写真拡大。ドライゼ、3月27日、中京 1R 3歳未勝利ダート 1800m、1着。初出走ながら、競走馬相手に勝利を飾ったガンダム3勝7番人気を覆し、4馬身差で快勝した。後方11番手に控えて追走。そのまま足をため、十分な手応えで直線に入った。残り2波論過ぎから福永雄一騎手が促すと、力強くスパート。上がり最速38秒6の末足で外から一気に全馬を抜き去った。福永騎手は初戦でとにかくびっくりしながら走っていた。少し繊細なところはあるけど、最後はいい足を使ってくれたと評価。能力は感じる。メンタルをケアすれば走ってきそうと伸びしろにも期待した。調教で目立つ時計は出していなかったが、実戦で強さを見せた。鞍上が指摘したように、精神面がタフになれば昇級後も通用する力を持っているだろう。みんな